全米各地で警察に対する抗議デモが続く中トランプ大統領は警察改革の大統領令に署名しましたトランプ大統領は昨日ホワイトハウスのローズガーデンで 警警察察官ののの過剰な取り締まりな取締りどを防ぐための警察改革の大統領令に署名しましまた大統領令には警察官に対し武力の使用についての基準を厳守すること取り締まりの際は事態を悪化させないよう努めること警察官の暴力など職権乱用の行為は記録し情報を共有するデータベースを作成することなどが盛り込まれています。また 首を押さえつけるいわゆるチョークホールドについては、警察官の命が脅かされた場合以外は認めていませんが、全面的な禁止はしていません。署名の前、警察官によって殺害された複数の黒人被害者の遺族との面会に、少なくとも1時間を費やしたトランプ大統領ですが、演説では、抗議デモの要となっている警察組織の人種差別については言及しませんでした。 警察組織の解体や大幅な予算削減を求める声も高まっていますがトランプ大統領は過剰な取締りを行う警察官は非常に少数だとしてこの日も警察を擁護する発言に演説の大部分を費やしています。 一方、先週金曜日にジョージア州アトランタで起きたレイシャード・ブルックスさんの事件について、ブルックスさんを射殺した元警察官は、2017年にも銃の使用で処分を受けていたことが分かりました。ブルックスさんは、逮捕時にテーザー銃を奪い、警察官の方に向けながら逃走していますが、テーザー銃は殺傷能力の高い武器ではないことから、射殺は正当でなかったと遺族側は主張しています。

ブルックスさんの事件でもテーザー銃が殺傷能力の高い武器とみなされるかが注目されていて地方検事は早ければ今日、元警察官を刑事責任に問うかの判断を下すとみられています。